平野紫耀アーティストとしての新たな挑戦、俳優業卒業、海外進出へ意欲。2023年5月22日、キングプリンスへの平野紫耀さん、26、岸優太さん、27、神宮寺優太さん、25の脱退が迫っている中、ファンたちは彼らのデビュー曲、シンデレラガールをミリオンセラーにするために購買活動に励んでいます。 ツイッター上では、おいでれら、というハッシュタグとともに大量の CD 画像が並んでいます。5月4日には、脱退カウントダウンが迫る中、平野は TBS 系ドラマ、黒詐欺で第26回日韓スポーツドラマグランプリの主演団優勝を獲得しました。彼は同志にコメントを寄せ、皆様に賞賛いただけたこともとても嬉しいですし、作品を見てくださった皆様、 共演者の皆様、携わっていただいたスタッフの皆様にも恩返しできたのかなと思います。と述べました。高い評価を得た主演作品である黒サギにもかかわらず、平野は脱退と退場後の進路について異なる意向を示しています。演技の仕事は卒業する意向だそうです。これからは海外進出を目指し、アーティストとしてダンスなどを磨いていきたいと聞いています。 と芸能関係者は述べています。2018年11月には平野はリアルサウンドのインタビューで俳優業について以下のように語っています。お芝居をするときは僕の中では本業じゃないという意識が高くていかに皆さんに迷惑をかけないようにやるか気をつけていますと述べています。 俳優引退の意向を固める平野ですが、黒詐欺の現場では非常に高い評判を得ていたようです。演技の飲み込みが早いと好評でした。黒島決再三26も本番で NG を出したところを見たことないと語っていました。とドラマ関係者は話しています。共演した重鎮たちも平野を一目置いているようです。 船越英一郎362は最近の若い俳優の中では平野が抜群にいいと絶賛していたそうです。勘の取り方がうまく目で演技ができる。これは努力で身につくものではなく天性のもの、とスタッフの前で褒めたたえていました。と前でのドラマ関係者は明かしています。 また、三浦智和さん、71も第26回日刊スポーツドラマグランプリで助演団優勝を受賞した際、平野くんの俳優としてのこれからは、社会派ドラマなのか、ズバ抜けた身体能力を活かしたアクションものなのか、キラキラの恋愛ものなのか、いずれにしても楽しみでなりません、と励ましていました。平野に対して重鎮たちから愛の激励が寄せられています。 彼の演技する姿を再び見ることができる日が来るのでしょうか